山全体が深い緑から赤や黄色へ紅葉が進んでいます。紅葉とその奥に見えます青い日本海とのコントラストも見事です。まずは弥彦山、その麓に位置する弥彦公園もみじ谷に目を移すと、朱色に塗られた観月橋が紅葉に囲まれ風情を感じさせます。橋の上でカメラを構え、この風景を写真に収める人の姿も見られます。夜にはライトアップも行われ、昼間とは違った幻想的な風景を楽しむこともできます。一方、お隣の鏡山は、こちらはまだ緑が目立ち紅葉色づき始めといったところでしょうか。山の上の方から徐々に紅葉が進んでいる様子がわかります。もう少し紅葉が進み見頃を迎えると、吊り橋からの圧巻の景色が見られそうです。続いては長岡市の八方台。赤や黄色、鮮やかな紅葉の絨毯が一面に広がっています。山頂からは色づいた樹木と長岡市の街が一望できる、登山やハイキングなどで親しまれている場所です。同じく見頃を迎えつつあるのが、五十嵐川の上流、高さ200メートルを超える崖がそそり立ちます八木ヶ原です。この岩肌を囲むようにもみじや欅が色づいています。壮観な光景です。広い県内はこれから見ごろを迎える紅葉スポットも、皆さんも冬が来る前に楽しんではいかがでしょうか。